何かあったんだろうか。どうした。感謝する。あまり感心できませんよ。安請け合いも最後のやり取りも。今のニーズは悲哀を拭えないでいる。レナの席を持つ私が手を差し伸べねば。賛同しかねます。フルだ。フル、うん、ね。ほう。うん。当人が決めたことだ。きっと仲間以上にご婦人が大事だったんだ。しかしこれでご婦人も気力が戻ると良いのだ。
ほらろ。さて、感謝する。今回は良い結果になりましたね。ああ、感じるぞ、窮した民の思いを。私たちので、バカら、よし。やった。何なの？やっと着いた。邪魔をするな。水の壁に当たれ。うっ、好調だね。次はそっち。ありがとう、お願い。相変わらずの手際ね。ん、もう終わったのか。通体は立派だけどよ、やれない相手じゃ。行くぞ。浮かせないよ。攻撃に出る。こうも出番がないな。出番がないな。なら炊事と洗濯を頼める。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん、無理せず油断せず。さっさと片付けましょう。光よ、炎よ、いい攻撃だ。どんどん向こうに行く。巻き込まんだって。ここやっつけたよ。あなたなしの戦いは考えられない。熱すぎじゃない？本当よ、これを守れ。冒険に行くぜ。傷を治すわ。波動熱風やったよ。今が攻め時です。攻撃に出る。バラバラにしてやる。炎よ、巻き込められる。流水の叫び、フレンド勝ちに行くよ。あたれ、こういう連絡だ。水の精霊術よ。灼熱の Burn strike!
傷を負ったらすぐに行って。ああ、頼りっぱなしになりそうだ。風に乗ってひとっ飛びだったらよかったのに。ん？え？あ！ちょっと。お？困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。よし。そうだな、心労がたたっているんだろうか。こたびも刺激的な旅であった。気は見せるなよ。相変わらずの手際で。そう、変わってないのか。この調子で行きましょう。ここが光が落ちたって場所か。なんだこの塔、ダナの遺跡なのか。どうだろう。でも精霊力が強くなってきてるから光は間違いなくここにいるよ。エネギスからの刺客だかなんだか知らないけど、私の術で吹っ飛ばしてやるんだから。襲われてねえか。とにかく助けないと。やらせないよ。さあ行くぞ。やめよう。熱波鉄風拳。
炎のよく飛んでいくのか別に空を飛ぶやつか私なら落とせるそのくらい分かった体勢を整えてやる蒸発しろ危ない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 仕留めるぞそうお待たせ。さあ、召し上がれ。キサラ、少し話をしたい。盾の手入れか、慣れたもんだな。この衛兵になったばかりの頃、兄さんに仕込まれた。それから、ずっと習慣になっている。キサラと話すと、いつもミキウダの話が出てくるな。他に身寄りもない二人きりの兄弟だからな。この衛兵団に入った時もラギルはいい顔をしなかったが。ラギル、確か金砂の猫でミキウダの副官を務めていたよな。そうだ。頭が切れる上に現実的、夢見がちな私とは正反対だな。キサラは理想を信じているだけだろ。実を言えばそれも兄さんの影響でな。妹思いだったんだな。私が眠ったと思って家を抜け出し、町外れで体を鍛えていたこともあった。よく知っているんだな。寝たふりをして後をつけたからな。ええいい機会だ。今日は兄さんがどれだけ努力の人だったか聞かせてやろう。長い話になりそうだ。